ポール・ベアラーは、アメリカ合衆国のプロレスリングマネージャー。アラバマ州モービル出身。WWE のブラザーズ・オブ・デストラクションことじ、アンダーテイカー及び、ケインのマネージャーとして知られ、彼らの父親であるという設定から、ファーザー・オブ・デストラクションの異名を持つ。1974年、地元アラバマのガルフコースト地区にて、プロレスラーとしてデビュー。当時は、覆面をかぶり、 ミスック x などのリングネームでジョバーを務めていた。その後レスラーを廃業してアメリカ空軍に入隊。1976年の除隊後に葬儀ディレクターの資格を取得している。1977年によりプロレス界に復帰しパーシー・プリングル3世を名乗りヒールのマネージャーに転身。1979年6月にはザ・モンゴリアンズのマネージャーとして国際プロレスの 79ビッグサマーシリーズに初来日。創造しくホイッスルを吹き鳴らし、狂気でモンゴリアンズを援護するなどの悪党マネージャーぶりを発揮し、7月10日に宮城県枠谷町で行われたマイティー・ノー・ウェアアニマル、浜口対モンゴリアンズの岩世界タッグ王座戦でも、再三試合に介入したが、浜口の怒りを買って、制裁を受けている。 1980年代前半はプロレスリングビジネスを離れそう企業に専念していたが、1985年よりフルタイムのマネージャー業に復帰。以降1980年代前半にわたり、ダラスの WCCW やフロリダの CWF など南部の NWA 圏を中心に活動。WCCW では若手時代のアルティメットオーリアーやスティーブ・オースチン、 そして覆面レスラーのザパニッシャーを名乗っていたマーク・キャラウェイのマネージャーも務めた。1991年、ブラザーラブに変わるジ・アンダーテイカーの新しいマネージャーとして WWF と契約。アンダーテイカーのギミックに合わせ、骨壺を手に模服を着た白塗りの従者という副業の葬儀業をデフォルメしたスタイルのポール・ベアラーに変身する。トークの才能を生かし、 フューネラルパーラーなるインタビューコーナーも担当した。1996年翌1992年、共闘していた J. クロバーツとの仲間割れを機に揃ってベビーフェイスに転向。以降、アンダーテイカーとの回帰派コンビでニュージェネレーション期に入った1990年代の WWF を支えた。1996年からはアンダーテイカーを裏に行ってヒールターンし、ベーラー。 マンカインド、ケインらをマネージメントして、アンダーテイカーとの構想に臨んだ。イフ兄弟という設定のアンダーテイカーとケインの構想アングルでは、ベアラーはケインのジップであり、アンダーテイカーの母親に彼を産ませたというサイドストーリーも設けられた。1998年10月にアンダーテイカーがヒールターンするとコンビを復活させ、1999年には、 回帰派ユニットのミニストリー・オブ・ダークネスを編成。ストーン・コールド・スティーブ・オースチン、ザ・ロック、ディ・ジェネレーション・エックスラ・ラーティテュードキの WWF ・スーパースターズと構想を繰り広げた。2000年からは、ロード・エージェントや、ステージ・マネージャーなどの裏方業務も担当。2002年の契約満了後は、ティネに登場したが、ジム・ロスの要請で2004年より WWE と再契約。 アメリカンバッドアス路線からデッドマンのギミックに戻ったアンダーテイカーのマネージャーを務めた。2007年に WWE を離れホームタウンのガルフコーストで葬儀サービス事業を手掛けつつインディ団体へのスポット出場を続けた。一時期はかなりの肥満体だったものの後年は 110kg 程度まで減量することに成功した。2010年秋。 9月21日収録のスマックダウンにおいて短期間ながら WWE に復帰。ケインと交渉中のアンダーテイカーのマネージャーとして登場したが10月3日の PPV ヘルインアセル2010にてアンダーテイカーを裏切りケインと再合体した。ケインがアンダーテイカーを破った直後エッチに拉致され車椅子に縛り付けられた状態で人質となり、 散々な仕打ちを受けた挙句、エッジの計略で、ケイン自身によって高所から突き落とされることとなり、ここでの出番を終えた。その後は2012年4月、ケインとランディ・オートンの構想アングルにおいて登場。ジップのボブ・オートン・ジュニアを襲撃したケインへの報復として、ランディによって冷凍室の中に監禁されていたところを、一度はケインに救出されたかに見えたが、I am saving you。 フロムミーというセリフを浴びせられ、ケインの手で再び冷凍室の中に押し戻された。2013年3月5日、心臓発作で死去。58歳没。没後の2014年、WWE 伝道に迎えられ、実施のダニエル・ムーディとマイケル・ムーディが、式典に出席。最後は、アンダーテイカーが登場し、片身の骨壺を掲げて、敬意を払った。 パーシープリングル三世、ポールベアラーパーシープリングル三世に関するカテゴリー、ありがとうございます。